はい、どうもエータです。今回はこちらクスコのストラットタワーバーのクロスバージョンのやつをちょっとつけていきます。で、こちら説明書ですね。こういいかな。こちらトランクの中につけるやつです。これクロスしてるやつ、まあ、剛性を上げるものですね。ちょっとじゃあつけていきます。今音取れてなかったかな。一応これホチキスでなんか止まってました。ちょっと引っこ抜く感じですね。うん、まあ、ちぎれたくないとかっていう人は丁寧に取ってあげてください。僕ちょっとどうでもいいんで引っ張っちゃいましたんで。一応こんな感じになってましたね。はい。でここのちょっと根元を使っていくんで、あとここにちょっと穴開けをしてつけるような感じですね。どうしよう。ちょっともうここ穴開けちゃいましょうかね。早速。はい。よし。じゃあ早速やっちゃいましょう。どうしようかな。カッター入れちゃおう。じゃーん。お、見えてきた。あぶねー。リアウォッシャーのホースがあった。カッターで切ってたらやばかったな。よし。じゃーん。じゃ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 ーん。はーい、切っちゃいました。もう後戻りできないぜ。反対もサクッとやっちゃいますか。右利きだからやりにくいな、こっちは。あー、ちくしょ。よいしょ。まず車庫帳のこの付け根の取り付けのナットを外していきます。ここに一緒にタワーバーつけるんで、ここは14mm。減衰調整の穴が見えてますね。じゃあ反対側も。
まあ、下はこの車庫帳のこのボルトナットこれナットで一緒にとも締めなんですけど、こっちの方はトランク内部に穴があるんで、そこにボルトとナットを刺して一緒にちょっとつけるような感じですね。はい。ちょっと暗くて見えにくいかな。よいしょ。はい、こんな感じ。ここに穴があって、でそこにちょっとボルト、ロングボルトと裏ナットを使ってちょっと取り付けていくような感じになりますね。よいしょ。あとこちらもちょっと六角レンチと、あとナット、こっちは17ミリになってます。で、締めていきます。よし。やべ、突き刺さっちゃった。よし。よしよしよし。トランクでいじるの体勢が。で、こういう感じで止まりました、うん、すごいがっつりめっちゃ止まってますね。いやー、これはちょっと良さそうだな。はい、今一応ちょっと切ってみました。こんな感じに、まあざっくりですけどこんな感じですね。つけてみましょうね。よいしょ。はい。いや、これ完璧じゃないですか、これ。これ最高に完璧なんじゃないですか、これ。ちょっとこれ見てくださいよ。いやこれもう天才でしょこれこれ、いや、かなりいいんじゃないですかこれ。バッチリで、これここのやつを戻せばこのカパカパも戻るんじゃないですかね。いやー、これはもう天才だ。これはすごい。よいしょ。よし。いやー、これ完璧でしょう。うん、これでちょっとじゃあ戻していきましょう。はい、よいしょ。じゃあこのマットをちょっと戻していきます。よいしょ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 。はい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 。はいはい。いやー、これ。いや、完全に戻ったな。戻ったな。
いや、これもう完全に戻ってるね。何の問題もなく、この切ったところもこんなにうまくすっぽりいい感じに戻りましたね。いやー、これは上出来じゃないですか。あとはトランクのネットですよね。問題はちょっと物入れてみてどんな感じかちょっとやってみます。ちょっとじゃあ荷物を戻してで、よいしょ。そうだな、よいしょ。フックも引っかかって、あ、全然大丈夫だ。見てください、こんな感じです。一応ちょっと僕 VAB 専用のトランクネットとかで特にないんですけど、あの日産の純正部品のトランクネットをちょっと僕使ってるんですよ、ここに。で、まあネットは汎用のやつで、これカラビナ使ってすぐ取れるようにしてあって、まあ僕の過去の動画見てもらえば紹介してるんでわかると思うんですけど、だ VAB で多分やってる方あんま見たことないんで、これかなりおすすめです。全然動かないんで、これやらないともう中のものはもうどちらかって割れるわ漏れるわ、最悪ですねはい、一応じゃあちょっとトランクのクロスのタワーバーだったっけなの取り付けはちょっとじゃあ以上になりますんで、はい。あとちょっと忘れてました、 FJ クラフトさんのこのゴムマット引き忘れてました。こちらも一応全く問題なく使えますんで安心してください。クロスタワーバーつけようと思っている方は、はい、以上です。